はい、皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、ちょっと久しぶりになっちゃったかなと思うんですけれども、ルックブックを撮っていきたいなと思います。はい、春服夏服のルックブックということで、以前私の考える2024年の春夏トレンド、ファッショントレンドを紹介したと思うんですけど、ちょっとその内容をもとにトレンドを取り入れつつコーディネートをたくさん組んでみましたので、よかったらぜひ最後までご覧ください。それではルックブックスタート。はい、ということで、まず1コーデ目こんな感じでございます。ちょっとこのコーデは全体的にグランジっぽいというか、なんかダメージのデニムのものとかも結構使ったりとかして、少しグランジっぽいようなファッションにもなってるかなと思うんですけれども、前にトレンドの紹介の時に話していたヒョウ柄をちょっと取り入れたりとか、あとはこのシューズはあえてバレーシューズにしてちょっとバランスをとってみたりとか、あとこのメガネ、ビオネッタグラスもつけたりとかして、ちょっとトレンド感も取り入れつつコーディネートを組んでいきました。色合いとかもすごいいい感じにまとまって、私は結構好きなコーディネートでございます。このベルトとかもね、すごい可愛いし、このデニムパンツもアベンマから出たセレクトのデニムパンツなんですけど、オーバーダイの入り方とかもすごい可愛くて、でポッケのディティールとかもとっても可愛くてお気に入りのパンツです。このゆるとかも可愛いですよね。でこのデニムのシャツとこのバッグは H&M とザラのやつなんですけど、なんかセットっぽくてすごく可愛いので、とっても好きな合わせ方です。はい、ということで2コーデ目でございます。2コーデ目も、すごくまとまりのいいカラーというか使いやすいカラーでコーディネートを組んでみたんですけど、さっきのデニムパンツをちょっと着回しております。これね、実はスカートなんですけど、もうなんか巻き付け風の形になっていて、もともとそれがすごい可愛くって、スカートオーバーパンツ的な感じでこれをちょっと巻きつけてあげて、トップスはあえてオフィスサイレンっぽいようなちょっときれいめな体のラインが出るようなトップスを持ってきました。このカジュアルさ、ボトムのカジュアルさとトップスのちょっときれいめなバランスが私的にはすごく好きなポイントです。で、あと小物たちはブラックとか、グレーとかでまとめてあげて、このシューズもすごい可愛いんですよ。プーマのシューズで、私このハンチングにこう三つ編みをするのがすごい好きで、可愛くないですかこのバランス。ちょっとゆるく一つに三つ編みするのがすごい好きなので、こんな感じでコーディネートしてみました。はい、ということで3コーデ目でございます。3コーデ目は小物でちょっと大人っぽさとかをプラスしてみたコーディネートです。結構このネックレスがすごい目に留まると思うんですけど、これがないと割とシンプルでちょっとカジュアルすぎちゃって、若干子供っぽく見えてしまうかなっていう風に思ったので、あえてこのパールのネックレスをこのカジュアルな格好に合わせてあげて、ちょっときれいめな感じをプラスすることでこの子供っぽさっていうのを軽減してみました。あとこのサングラスとかでちょっとかっこいい雰囲気をプラスしてあげたりとか、ただこのスカートが前がちょっと短くなっていてスリットっぽくも見えたりするので、ここでちょっと露出があるからチラッと歩いた時とかにこうファッて足がちょっとチラッと見える感じとかは大人っぽくて可愛いかなっていう風に思います。このコーディネートも全体的にホワイト、グレーとかすごい使いやすいカラーを使っているので、まとまりは良くなったかなっていう風に思います。このバッグもね、シャラシャラで可愛いんです。物は入らないですが可愛いので、アクセサリー感覚で持ってます。はい、ということで続いてのコーディネート、こんな感じでございます。このコーディネートはもうザ・オフィスサイレンコーデという感じですが、結構全体的にお洋服とかはちょっとコンパクトめな、体に沿うようなタイトめな
洋服を合わせております。やっぱこのパンツが結構私的にお気に入りのアイテムで、なんかこうヨガできそうなパンツっていうんですかね、ちょっとビフレアな、これめっちゃストレッチ効いてるんですけど、ちょっとここにスカートっぽい感じでデザインが入っているこのパンツ、これすごいあのトレンドライクでめちゃくちゃおすすめなアイテムです。全体的にはブラックでまとめてるんですけど、ところどころトップスだったりとかソックスとかでホワイトのものを持ってきてあげて、ちょっと暗くなりすぎないように注意してみました。あとはこのビオネットグラスに合わせてボルドーのバッグを持っております。このコーディネート今までの私からすると本当に新鮮なコーディネートなんですけど、とっても今年の気分な感じのコーディネートなので結構お気に入りです。はい、ということで続いてのコーディネートはこんな感じです。このコーディネートはトレンド予想の時に話していたバレーコアな感じのコーディネートになってるかなと思うんですが、やっぱこのホワイトのね、このフリルのスカート、これがすごいバレーコアを演出させてるかなっていう風に思います。あと足元もハイソックスにこのバレーシューズを使ったりとかして、全体的にちょっとガーリーな感じでコーディネートを組みました。やっぱこのオフショルもすごいあの女性らしいアイテムなので、フリルのスカートとかちょっと可愛らしい格好に合わせてあげてもすごいマッチしてくれて可愛いです。で、あとはこのトートバッグですね。これもあのトレンドの予想の時に話してましたが、このアイラブデザイン、めちゃくちゃメジャーなアイラブニューヨーク、これのトートバッグを持ってあげて、結構今っぽい感じで、全体的にラフな感じではあるんですけど、ちょっとこういったオフショルとかで肌を露出してあげたりとかすることで、なんかラフすぎずにちょっと引き締まったコーディネートになるかなと思います。ここのスカートのボリュームとトップスのタイトめなシルエットがとっても可愛いかなって個人的には思います。はい、ということで続いてのコーディネートこんな感じです。このコーディネートはこのロンパース、ニットのロンパースにハイソックスにバレーシューズでロングコートっていう感じで、結構まあガーリーさとこのちょっと大人っぽい感じをミックスさせたコーディネートになっております。このバランスめっちゃ可愛くないですか。なんかミニ丈のボトムにハイソックスにロングコートっていう、なんか全体的にこうちぐはぐな感じが私的にはすごい好みなコーディネートです。このイエローのロングコートめちゃくちゃ形綺麗で、これは H&M Studio のやつなんですけど、このロングコートは本当にもうこの春めちゃくちゃ着たいなって思ってます。なんか羽織るだけで本当にオーラが出るようなコートになっているので、素材もちょっとなんかリネンっぽい感じというか、さっぱりした素材なので春でも着やすいかなって思います。で、このグレーとイエローの合わせもめちゃくちゃ可愛くないですか。もう色のバランスが私的にはとっても気に入っているコーディネートです。はい、ということで続いてのコーディネートはこんな感じでございます。こちらのコーディネートはちょっとスポーティーな感じとガーリーな感じをミックスしたコーディネートにしています。このアディダスのねハーフパンツにホワイト のタイツを合わせて、さらにバレーシューズに、さらにこのちょっときれいめなトップスということで、本当にもう系統の違う、まあ、逆と言ってもいいぐらいのもうあえてミックスしたコーディネートなんですけど、私はこういうコーディネートも本当にずっと好きなので、こちらのコーディネートも気に入っております。シンプルなコーディネートなんですけど、ちょっと合わせが不思議な感じなので、なんかこうありきたりなシンプルっていう感じではなく、ちょっと癖のあるシンプルコーデになってるかなと思います。はい、ということで続いてのコーディネートでございます。こちらのコーディネートはもうザ・オフィスサイレンという感じでイメージしてコーディネートを組みました。このね、あの前言ってたカプリパンツ、そう、これをちょっと履くことでなんか本当に平成っぽいちょっと昔の感じが出るので、このパンツはなんか一気にトレンドコーディネートが組みやすいかなって思ってます。こういうパンツにはちょっとこういうきれいめなパンプスだったりとか、あとバレーシューズとかも合うと思うんですけど、を合わせてあげるとすごくもうできすぎ女仕事できょんなな感じで、キャリアウーマンなコーディネートが組めると思います。オフィスサイレンには外せないビオネットグラスもつけてあげて、トップスもちょっとコンパクトなサイズのものを選びました。これダブルジップになっているので、下からもちょっと開けてあげて抜け感も作っております。これはもうザ・オフィスサイレンコーデです。
ということで続いてのコーディネートはこんな感じでございます。このコーディネートも結構私的には好きなんですけど、全体的にねちょっと色味もブラウン系でまとめたりとかしてるんですけど、このやっぱ中のトップス、このレースのトップスがすごいあの発色が良くて可愛いかなと思います。これがやっぱ差し色になっているので、なんかブラウンすぎずいい感じにカラーバランスは取れてるかなと思うんですが、やっぱこのレースのトップスもねすごくトレンドなアイテムなので、トップスをレースにしてあげるだけでも結構トレンド感が出て私的には可愛いかなと思います。でこの上にねいかつめのちょっとパイソン柄のジャケットを羽織ってますが、なんかレースとこの柄物合わせてるんですけど、なんかそこまで別にごちゃごちゃ感も出すぎるわけでもないかなと思うので、なんかこういったレースとかにちょっとこういう柄物とか合わせるのも私は好きですね。であとはやっぱこのデニムから見えるこのポインテッドシューズのつま先の感じ、この感じ私も本当大好きな合わせ方なので、これもちょっと今回作ってみました。とってもお気に入りのコーディネートです。はい、ということで続いてのコーディネートこんな感じでございます。このコーディネートは結構まあラフなスタイルなんですけど、こういったラフコーデにこのバレエシューズを合わせるだけで本当に一気にトレンドコーデになるので、もう今回のねこのルックブックでもこのバレエシューズめちゃくちゃ乱用してると思いますが、本当にこのバレエシューズはトレンドコーデを作る上では割と欠かせないアイテムかなっていう気がしてます。でも私の気になってるって言ってたこのヒョウ柄のパンツですね、これすごいあのストレッチ効いててめっちゃ履きやすいです。しかもこのヒョウ柄の柄もすごい私的には好みな感じの柄なので、とってもお気に入りのアイテムです。このパーカーを合わせてあげて、あとこのトートバッグとかもね持ってあげて、なんか本当にラフに着れてとってもお気に入りのコーディネートになりました。はい、ということで続いてのコーディネートこんな感じでございます。このコーディネートは、まあ、まずこのカラータイツですね、トレンドのカラータイツを合わせているんですけど、私カラータイツの中でもやっぱこのブルーは結構使いやすくっておすすめなカラーかも。私はちなみに30デニールを履いております。でそれにのブルマを合わせました。前に徐々に来てるって言ってたこのブルマを合わせてるんですが、私これねいろいろ探したんですけどちょっと見つけにくくてメルカリで調べてゲットしました。メルカリとか結構ねあったりするのでおすすめです。でそれにもうこの白 T を合わせてるんですけど、この白 T めっちゃ可愛くないですか。後ろにこのリボンのこのプリントがめちゃくちゃ入っていてすっごい可愛いなと思って、リボンも本当世界的なビッグトレンドなのでこの T シャツは結構気に入ってる T シャツです、まあ、ただ前から見ると本当に真っ白 で結構オーバーサイズだからちょっとシンプルになりがちかなっていうので、この首元にのフラワーチョーカーこのネックレスを合わせております。これはちょっとバレエコアな感じのファッションかな。はい、このコーディネートも結構私的には気に入ってます。はい、ということで続いてのコーディネートはこんな感じでございます。またねちょっとカラータイツを合わせてるんですけど、今回はイエローのカラータイツを合わせました。イエローもでも意外と使いやすくっておすすめかも割と。で今回はちょっとつま先の尖ったねミュールを合わせております。カラータイツにちょっとこういうポインテッド2のヒールを合わせるのすごい可愛くておすすめです。でこのスカートもね私お気に入りなんですけど、配色になったプリーツスカートで、このプリーツスカートもなんか全部がプリーツって感じじゃないから、なんかそこまでガーリーすぎず私的にはお気に入りのスカートです。でそれにこのトラックジャケットっぽいちょっとコンパクトめなトップスを合わせました。これもなんかオフィスサイレンとバレーコアとなんかスポーティーな感じと、だから結構ミックスな感じのコーディネートなんですけど、結構私的にはお気に入りコーデです。ところどころでブラックで締めてあげることでまとまるかなと思うので、そこもポイントかなと思います。はい、ということで続いてのコーディネートはこんな感じでございます。
このコーディネートの主役はこのやっぱ I love T シャツなんですけど、前にねベルギーに旅行に行った時にブリュッセルで買った I love ブリュッセル T シャツでございます。すごいやっぱこの I love T シャツ気に入っていまして、結構着てるんですけど、プライベートでもなんか今までは割とデニムとかやっぱカジュアル系なものに合わせたりとか、あえてちょっとガーリーなものに合わせたりとかすることが多かったんですが、ちょっと今回はなんか今までにない感じで自分の中では合わせてみたつもりです。なんかアクセサリーとかは結構ジャラジャラつけてギャルっぽさを出してるんですけど、このパンツボトムとかはちょっとこうアースカラーの落ち着いたトーンを使っているので、なんかそこまでこう若すぎないギャルギャルしすぎないギャルコーデになってるかなって思います。結構私はこのコーデお気に入りです。スラックスにのスカートを合わせるスカートオーバーパンツスタイルも結構可愛くないですか。この色合いは私的にはとても気に入ってます。ブラウンとチャコールとカーキっていう本当にアースカラー、アースカラーでまとめておけば間違いないと思うので、結構大人っぽく可愛く見えるかなっていう風にも思うんですが、まあ、ただちょっとこのぼやっとしすぎちゃうかなっていうので小物とかでブラックのものを持ってきて引き締めておきます。ちなみにこのパンツはサイドがジップになってて、これを開けると中からチェックの生地が見えるんですけど、それも可愛いので開けるのも私的にはありかなって思います。はい、ということで続いてラストのコーディネートでございます。ラストはこんな感じでちょっと綺麗めなスタイリッシュな感じでまとめてみました。スーツのねこのセットアップがやっぱりポイントなんですけど、こういったものって結構まあカッチリしやすかったりとか綺麗めになりがちかなと思うんですけど、あえてそれにちょっとこういったヒョウ柄のねキャミ、シアーのキャミを合わせてあげたりとか、あともう乱用しまくったこちらのバレーシューズも合わせてあげることでちょっとこうスーツ感が崩されて、私的には好みなこのスーツコーデになるかなと思います。ちょっとヘアレンジとかもね遊んであげたりとかして、このピンメイクとかをするときに前髪留める用のピンなんですけど、こういうのも結構普通にファッションとしてコーディネートで使ってる海外の方もいたりとかして、それすごい可愛いなって前から思ってたんですけど、ちょっと今回私もチャレンジしてみました。結構可愛くないですかこれ。なんかやっぱつけっぱなしじゃんみたいな感じに見えるかもしれないんですけど、私的にはこういうのもありかなって思ってます。はい、ということで今回はこんな感じでルックブックを撮っていきました。ちょっと久しぶりのルックブックになっちゃったんですけど、結構私的には今回のコーディネートどれもとっても好きなコーディネートになったかなと思います。前のね春夏のトレンド予想の動画も詳しく、すごい詳しく紹介して話しているので、まだ見てない方はぜひ見てみてください。ここで話したトレンドをね結構今回いろんなところで取り入れているので、そこにもちょっと注目して見ていただけたら嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。